こんばんは。今日はですね、12月24日、日曜日、夜の8時3分です。今日はクリスマスイブということで、やっていきたいと思います。じゃあ乾杯。ですね、今日のメインじゃないか、まず作る料理ですけども、この国産の鶏もも肉を使います。これをまずね、焼いていきたいと思います。もう作りながら今日は晩酌をしていきます。まず両面塩コショウ、しっかりして、ちょっとパリッと焼きたいんで、この片栗をちょっと入れます。ちょっとね、しばらくなじませます。それでは火をつけて、ちょっとオリーブオイルを入れておきます。よし、ちょっとね、火が通りやすいようにちょっとこうぶっ刺しておきます。よし、そしたら皮目からOK。 前菜はですね、スーパーで買ったキャベツの千切りと、あと卵たっぷり、マカロニサラダ。いただきます。
すんごいこうニンニクのオリーブオイルとニンニクのいい香りがしてます。ニンニクは焦げたかったと思いますけどね、焦げ目がついた。ちょっと火を弱めて、ちょっと弱火でじっくり焼きます。よし、仕上げは強火でカリッと。
ちょっと焦げましたけども、チキンソテーガーリック、いただきます。絶妙の塩加減、火も通ってます、そしてもっぴこのね、鶏から出た油もそのまま使います。ちょっと油足して、で鷹の爪、次にホールトマトを入れます。若干レアです。美味しい。今こさなんで大丈夫。よし、強火にして。ちょっとね、水を足します。
そうしたらパスタを入れます。で、適当に蓋をせんかったらもっとカリッと上がるんですけど、片栗で、まあ、これはこれで美味しいです。柔らかくて、
うまい。いただきます。結構ねチキンで腹が張りました。でかかったんで、どうしようかな、これ。パンもあるんですけど、実は。おう。24日なんで、あと1週間。閉まりますね。あっという間でした。2023年も。だいぶ OK ですね。この水加減が絶妙です。海の。タイトル何にしようかな。ぼっちクリスマス。一年で一番虚しい日。とろみ加減ですね、これ。ちょっとね、固めが好きなんで、ちょっとね、芯があるぐらいの方がいいんですけど、ね、よし、最後加熱して終わりましょうか。最後、バジオイルで香りをつけて出来上がりです。
ちょっとね、粉チーズはないんですけどね、スパゲティアラビアータの完成です。あ、パセリ、久しぶりに食うパスタ、うまい。ちょっと強いよ。ソースの残り加減が絶妙でした。うまい。このトマトの酸味と唐辛子のピリッと辛さと塩加減と、あとオリーブオイル、最高やね、ちょうど30分、1時間お送りします。前半後半と2本にしようかな。